室町幕府勝負光景を VS よっちー、イエーイ。あっちとちよっちです。こんにちは、えっちゃんです。そしてどうも、お勉強ラップの光景をです。どうもよろしくお願いします。はい、全5回最終話になりましたけれど、今回はまぁ、ちょっとおバカなんですけど、うちのよっちとコーヒーおさんが室町幕府対決、はい、まぁ、見てる方はこんな勝負分かってんじゃんと思いますよね、はい、ということでよっちに、有利なハンデをちょっとつけさせていただきます。 なんとよっちはスマートフォン使用スマッキーでーす。よろしくお願いします。 iPhone でもSiriも使っちゃいますね。Siriも使っちゃいますよ、僕はできる。僕Androidそれでは全部で、5問になっておりますので、はい、早速1問目。1338年、わかんないですよ。剣武の神聖。ブブーブブー、わー早い。剣武大将軍になり室町幕府を開いた人はどうぞ。足利尊氏。はい、はい、ピンポーン。こっちでしたか。いや、もう途中でめっちゃ強え。もうテレビで見るやつだ。なんとかだけど、なんとかをしたのはなんか超ひねってくるなと思ってた。すいません。よっちも頑張ってください。早さにビビっております。そうですね。続いて2問目。室町幕府第3代将軍の足利義満は室町時代の政治、経済、文化の最盛期を築いたと言われていますが、2つ歴史的に成し遂げたことがあります。それは何でしょうか。え、義満。そうです。金閣寺作った。と2つ答えてください。あ、2つあんの、はい、え、2つあんの。頑張って頑張って頑張って。金閣寺、はい、室町幕府。はーい、残念。そっか、惜しかったよ。1個当てるよ。ほんとに1個当てた。あー、当てた。携帯があるね。携帯があるんだ、私は。はい、はい、どうぞ。観光貿易。おー思ったんですけど、自分の曲歌わないと分かんないですね。やべえ、歌詞歌わないとって最初から歌い始めた。途中のラストで頭から歌い始めた。途中出てこないですね。ということで2問目はお二人とも不正解ということで、はいはい、続いて3問目に行きたいと思います。第3代将軍義満は朝鮮や中国との貿易による膨大な利益に目をつけ、中国と貿易を始めた。貿易船を日本の海賊と区別するために符を用いて行った貿易を何と言うでしょうか。完全に間違えちゃってましたね。はい、勘合貿易ですね、こっちが。はい、すいません。あー、悔しい。もう速攻ですね。それでは4問目。足利第15代将軍の中で2回将軍の座に就いた人は誰でしょうか。足利なんて、どうぞ。足利義樹、足利義胤。正解でーす。早すぎますよ。やばい。よっちもう負けちゃうけど、ちょっとかわいそうなので、あまりにもこの負け、もしよろしかったら最終問題、よっちが答えられたら、ちょっとサービスポイントで5ポイント上げてくれませんか。いや、0.5 で5ポイントで、どうぞ。あ、本当ですか、はい、すごいサービスポイント。やったし、はい、頑張るぞ。それでは最終問題に行きたいと思います。はい。第15代将軍足利義政はほとんど政治をしなかったが、芸術や美術の良き理解者で、身分にかかわらず芸人を取り立てた。彼らが作らせた室町文化を代表する建物は何でしょうか。建物ですね。建物何でしょうか。おい、銀閣寺。おー、正解。いや、
入ってますね。いやいや、今もうあの、いや、今日夜ご飯何しようか。ただこれは、慶和さんのラップで覚えられますから。はい、ちょっと僕もなんか歌わないと分かんないんで、テンパっちゃいましたけども基本的に歌を覚えていただければ分かる問題なんで。皆さんね、この室町幕府のラップの方も、概要欄の方に貼っておきますので、皆さん、よっちより頭良くなってください。いや、絶対なれると思います。はい、ということで、この対決は、まあ、キヨさんのご好意によってよっちが勝たせていただきました。よっちおめでとう。よどうでしたか、ボンボンの部屋全5回ありましたけれど。いや、もうボンボン、いや、もうトントン漁師で本当にやってましたし、おー、来ました。5回とやってもないぜ、後悔。うわぁ、もうなんでどんどん出るやつ出ますよね。僕は出ないですよ、だから。はい、ということで、前後回ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、皆さんね、今回も面白かった、楽しかったと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、室町幕府のね、歴史もラップで覚えてください。またお会いしましょう。またねー。またねー。